はい、こんにちは。上岡慎吾です。いつもありがとうございます。どんだけ、かんだけって <laughs> いうところでですね。なんかちょっとね、えっ、ー、と、声が低くなってるんじゃないかなって思うんですけれども、ちょっとね、風邪ひいてしまってですね。まあ、で、その時の話がちょっと面白いことがあるのでっていうところもありつつ、えー、これね、こちらね、こちら、こちらがですね、えー、こうね、立てようとしてもね、すぐコテンっていってしまうっていうのがあるので、あの、<laughs> この古典状態で、えー、お話を進めてみたいと思ってますと。ほんで、今ね、僕、あの、ツイッターが面白くてしょうがなくて、まあ、あのご存知の方もいらっしゃるだろうし、あの、フォローしていただいてる方もすごく多くいらっしゃると思うので、本当ありがとうございます。そして、えー、そのツイッターでね、えー、あることを宇宙連合に頼んだら一晩で願いが叶いました。どんどん頼んだらいい。 頼まれるのを待ってい何と,、ね、ともありがたい宇宙連合さんありがとうございますっていうのを、えー、この裏でどんなことがあったかって話でございますよ。であの僕毎週日曜日の午後ちょっとある仕事をしているんですけれどもで、えー、その前日の土曜日の夜に、えー、体温を測ったらなんかちょっと熱っぽくて37度一部ね。 37度一部ね、38でも39でも40でもなく37度一部だったんですけれどもうねもうバッシングに合うわけですよね。あのなんかもう567じゃないかみたいなこともあってまあそれはちょっと置いおいたとしてもですよ。で、えー、とにかくあの次の日の仕事に対して熱を下げたいから、えー、宇宙連合軍に頼んだわけです。それは何でかっていうと、えー、去年の 12月の末に行ってきた吉田統合研究所の吉田所長が、えー、お話しされていた、えー、お話しされ吉田さんがはお話しされていたというか、えー、実際には市兵衛さんがはあの話しされていた話なんだけどあ,のあるもので空を見ると、えーまあ、青いところもそうだしあの雲に隠れてるところもそうだしまあ,あの銀河連合軍銀河連合軍というか銀河連合の、えー、船だとか えー、円盤だとかもうびっしり見守ってる状態なんですって、うん、でう、えー、かつにむやみに手出しはできないんですけれども。 こちらから何かを頼めばすぐにあのなんか出動できるような状態でで今回僕はほらあの熱を下げたいっていうことだったじゃないですか37度1分からあの下げたいっていうことで、えー、その晩は寝たんですけどもそうしたら36度4分に次の日の ね、朝下がっていたっていたとうことでだからなんかほら宇宙にリクエストするだとかっていうあれでしょそういう話と同じなんだけど宇宙だとかっていう抽象的な概,、ね、概念とかではなくて、えー、特定のこの人たちにお願いしますっていうその頼むっていうところがまた全然違ってきますよねっていう話なんですよね。 んで通常だったらあのセカンドチャンネルでやるあの一つ一つの事象を今日はねあの、サードチャンネルで、えー、ちょっとだけお伝えします。えー、大阪の日銀前であのエ,バーあのエバー緑の、えー、コンテナ車があの横転したっていうのはご覧いただいた方もやっぱりいると思うんですよ。で、えー、プレートの、えー、数字が3333 33だったっていうことだとか、えー、そのドアには 天使がトランペットがねパッパラッパパーって吹いてるようなのがあったでこれは一体どんな暗号なんだっていうことを考えてみればうーんんだって話でございますよ。で今日は1月31日の夜この動画を撮ってるわけですけれども、えー、1月30日あ前日の、えー、トラサンラリー ね、アメリカで行われた時で去年のやつはあの赤い帽子かぶっていてあれ本物のトラさんじゃないんじゃないかなって話があって、えー、なんかねこうね影無茶というかそういう話もありましたけれども今回はあの赤いネクタイを締めて、まあ、本物がようやく登場したっていうところで、まあ、かなり話題をさらったわけです、えー、この動画の概要欄に、えー、僕の アメロに飛んででけるる URL があると思うので今まで話した話そしてこれから話す話全部、あのー、見れるようになっているんであ気になる方は是非ご覧くださいあのね直接写、あのー、してしまうとちょっとねまたねバン,バンバンバンバババババンババみたいなことがあったりもなんだほんでそのトラさんラリーであのご覧になった方も、あのー、結構いらっしゃるのではないでしょうかっていうところで えー、トラさんね日本語をしゃべりましたよサイナルテクチャールっていうねこれしっかり聞こえるわけですよじゃあなんでこの言葉をしゃべったのかっていうところがまあいろいろありますけれども、ま、だ今は暗号だと思っていてもういいんだけどポイントは日本語ですということは日本をすごくトラさん気にしています山と旧もそうかもしれませんいろんなことに関わっていくでしょううんなんだうん でまたね面白い記事なんですけれども世の中には健康管理士なる資格まであるんだけれどもそもそも健康は管理するものではないと健康管理などという発想があーそういうものにとらわれている限りもういろいろあるんだよっていうところでつまり健康管理っていう言葉がある出てきたらそれにとらわれて そしててい、うん、いろんな、ね、病気だとかっていうのが生まれるつまりその言葉によっていろんなものが生まれるそれは病気だったりいろんなものだったりするのよっていうところはすごくねあの感じてみてもいいんじゃないかなつまりその言葉がなければもうそれ言うのもないわけ。と僕の熱が下がったって話さっきしたでしょ でえっとまあ、近しい人であの結構連絡を取り合っている人に、えー、こうね、えー、どうって話したらあの結構のの意外がだったりあの熱がちょっとあったりだとかっていうでこれね、えー、今あのすごい寒いじゃないですかだから、えー、僕らとか今喋ってる人たちだけじゃなくて感染力が高いというよりも今風が蔓延してるわけ単純に風が蔓延してるだけなのよ。 でえー、風邪になったらどうするかって言ったら休めばいいだとかっていつも通りのやつがあるでしょ割紺糖を飲むだとかっていうことにもなるんだけれどもでそうなった時にもう一つのやり方としてはいはいえー、銀河連合宇宙連合に頼んでみるっていうのも一つあるよねってそうするとあの向こうは何してるか分かんないわけですよ。ああ向こうは何してるか分かってるわけですよ。でもこっちは何されてるか分かんないわけ。えー、と 今朝の段階で言ったらちょっと体がピリ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 するような段階だったから、えー、とまたよろしくお願いしますってことをあのお願いしたところ一瞬で体のそのピリピリがなくなったわけそれってまあ宇宙テクノロジーっていうところもあるんじゃないかと僕には思っていて、えー、そういうことから鑑みてみるとだけじゃなくてなんかね最近ね、えー、出会う人たちあの波動が高い人たち 人たちとと出会うことで言えばだから小学校の頃の低学年の時にこうわちゃわちゃしていたあの仲良しグループみたいなそういうのとはなんかね何ら変わらないようなその純粋さなのか何か楽しいものを楽しいと思えるっていうことなのかわかんないですけれどもだからそういうことをねだからある意味そうやって覚醒していってるんじゃないかなっていうところにもつながるんですけどって話ね。 はい。で、えー、っと、今日そうやって宇宙連合に頼んだ時間っていうのはちょっと早起きしてしまったんだけど、5時50分ぐらいでしたよ、僕は目覚めたのが。そして、はっと思って、あ、これはあのー、銀河連合号銀河連合および、えー、あるいは、えー、宇宙連合に、えー、頼んだ方がいいなっていう思い出したのがその5分後だったから、えー、5 5 5, 5, 5時55分っていうね、555っていう数字が並んでいるってことでございますね。 はい、で、ええー、ツイッターもそうだけど、まあ、あらゆることもそうなんだけど、単純に、こう、なんか、最新情報がどうのこうのだけじゃなくて、もう、笑い合えたり、なんか、くすっ できたりほっこりできたりっていうことを僕は目指したいと思っているので、まあ、いわゆるエンターテインメントって広い意味でのね、えー、意味なんですけれども「で今朝のターニャ」っていうところでほとんどマシュマロというところですんごいかわいいねもうお腹がねぽっこりになっちゃったターニャの写真が出てきたり、えーまあ、動物たちのかわいい動画とかも出てきたりもすると思うのでそういうのも楽しんで見てもらいたいなっていうそういう広い意味でのエンターテインメントっていう 僕が、えー、SNS で発信していきたいなっていうことなんですよって。はいというわけで具体的にこうやって、まあ、ガツンと動いたっていうことではなかったですよね1月31日まで。でもどんどんいろんなところからあのデクラスが始まっているっていうこともありますのでっていうところでうーんまんた。 で、今日も、あの、個人セッションをやらせていただいてたんですけれども、えー、そこでちょっとね、お話しさせていただいた内容も含むわけですが、まあ、あのー、日本人単純だから、あのー、単純っていうか思いやりもあるし、人の気持ちを考えてしまうから、誰々のためにパッキュンするだとかっていうね、そういう会話もありましたよね。でも、あのー、 じゃあそれパッキュンしたらどうなるかだとかその副作用の話だとかっていうことも考えてみればもう2回やった方がまあかなり日本人でも多いみたいだけどもう3回目やったらもうねもうはいはいゴ h e a ヘ e ンだとかまあそういう話もあるわけですけれどもでそれはもう日本だけじゃなくて世界に関してもそういうわけでだからかなり意識がこう変わってきているでそのさなかテレビでやっている、えー 情報に関して言っても、まあ、芸能人がね、ことごとく風邪をひいてるわけですよ単なる風邪にもかかわらず「オミクロマン」なんていうこともね、えー、やっているわけですけれども、まあ、そういうことも含めてさてじゃあどっちに動くんだっていうことを考えてみた時にさて次の段階はっていう。で今回の動画の一番最後で落ち お伝えしたいことっていうのは、えー、そうやって、もう、単なる風っていうのが蔓延していくわけです。感染力も高いです。もうこんなに寒いし、冷たいし。うん。で、そこにどうなるかっつったら、えー、あのね、えー、ターメリックだとかシナモンだとか、まあ聞いたことがあると思いますけど、最終的にはカレーに引きつくっていう話をするわけですよ。どういうことかというと、要するにスパイスカレーの、えー 原材料となっているものっていうのはものすごく人間の体の免疫を高めそしてあの僕なんかほらがん家系だからがんになりやすいっていうところの、えー、お子さんとして生まれ今54歳までなっているわけですけれどもそういうことまで含めて考えてみたとしてもですよねえー、その吉田統合研究所で月1でカレーの会っていうのをやっているみたいよ。 で、それもね、今度は行ってみたいなと思っているんだけれども、で、えー、1月に、あの、3日間連続でスープカレーを作ったわけ。ちなみに、本引きカレーっていう、あの、ミッチーが CM やってる、あの、小麦粉を使わないっていうカレー。で、まあいわゆるグルテンフリーっていうところで、まあ健康にもいいっていうところもあるし、そして、えー、今夜もまたカレーを作り、そして、今度の、えー、2月の、えー、5日だっけな。 えー、また土曜日にみんなが集まるところでもまたカレーをどっかでどっかでってはそこに作りに行くわけだけどなんかねやっぱねそういう流れっていうのがあってねハウスバーモンドカラーだよっていうねもう西条秀樹さんもお,お亡くなりになりましたけれどもそういうねカリーカレーカレーとかカリーとかねいろいろな表現ありますけれどもなんかねやっぱね2022年の、えー、冬1月2月にはスパイスカレーが爆発的に流行る。 でえー、そういうことを分かっているあのテレビっていうのもそういうところにね、えー、食いついてくるでしょうからっていうところで、ねえー、スパイスカレー最高ーっていう、えー、1月2月3月になってそして3月ぐらいにはもうね,あそうねオミクロマンだとかね5 6なんだとかっていうのは収まっているんじゃないかなっていうことも、ね、言われていますけれどもっていうところで合うですございますよ。 はいというわけで、えー、いかがだったでしょうか。えー 今日の1月31日の夜に、実は僕の公式 LINE にあのメッセージをお届けしたんですよ。皆さんに。あの公式 LINE に登録されている方に。で、あの続々あの返信というか、あのこう、こうですよね、ああですよねっていうメッセージいただいて本当ありがとうございます。明日、えー、また改めて、えー、2月1日になってあの見たいと思ってます。そして、えー、この動画の最後にお伝えしますけれども、あの住民税非課税の えー、世帯に対する、えーまあ、キュッキュッキューのフッフッフが、えー、もうね届いたところもあると思いますあの僕が住んでいるところの墨田区であれば、あのー、1月31日の倉庫で、えー、もう届きましたとそして、えー、この東京の区はいっぱいあるけれども少しずつ進んでいくでしょうで、えー、まあ本当にいろんなことがあるけれども一つずつしっかりウォッチしながら えやっていけばあの個人事業主の,あの最大250っていうところだとかっていうのも始まっていますしもうね、うん、私あの何あ,あれあれあれ最後にあのオチで言っときます。私へへこたれへんって言ってた人覚えてますあの人。で、ね、あのあの人ね辻元ね えがまたね比例で出ててくるんだってまあそれをねツイッターでまた情報を拾ってきた時ね本当にねこいつへこたれないんだなっていうねまあねチュチュチュのねあのチョチョチョンがねまあいろいろねこれからねまた、えー、日本 DS あの結構ね根太いんだなって思いながらもねまあいろいろこう進んでいくわけですよでやっぱりもう波動を下げずにどん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 波動を高くしてあの新地球アルス ふさわしい生き方をするしていくことによって、まあ、あの周りの環境だとか、まあ、どん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 変わっていくと思うのでそこら辺もまた、えー、やっていきましょうということでございますと、えーまあ、久しぶりだからちょっと15分こういった、えー、内容になりましたけれどもまた楽しんでいただけたら幸いです。 はい。最後までご覧いただきましてありがとうございました。神慎吾ですでした。面白かったら、いいねおよびチャンネル登録よろしくお願いします。えー、ちょうどチャンネル登録が1000、えー、チャンネル登録の、えー、3分の1、えー、333人を、えー、超えたというところで、まあ、いい感じで、えー、徐々に増えていっているのではないかと思うので、また、あのぜひ、あの、応援していただけたら、うん。 っていう感じでございます。じゃあまたあの次回の動画に、えー、お会いしましょう。それでは。